SBI 証券の川上です。え本日は10月6日、え今週10月4日は証券投資の日でした。え証券投資の日特別セミナー、え第一回目に新ニーサの概要と投資心託二回目は中国株、え三回目はアメリカ株をご紹介いたしましたが、え本日四回目については日本株ということで新ニーサスタート目前。 初めての日本株投資と題しましてお送りいたします。え日本株の解説は鈴木さんです。よろしくお願いします。えま,まずですね、えー、本日のテーマですけれども、まあ新入社についてですね、えー、簡単にルール確認、そして非課税ポートフォリオど組むかについてご紹介いたします。そして本題にありまして初めての投資、初めての日本株投資ということで、え日本株の魅力。 銘柄の選定方法、リスク軽減のポイント、５銘柄を紹介解説いたします。えまずですね新ニーサについて簡単にですねおさらいさせていただきます。え今回ですね2024年から新ニーサスタートするわけですけれども現行ニーサとの違いについてはですねまず一つ目がですね年間投資上限額こちらが積立ニーサの200 40万円こちらはですが、ね、120万円に拡大するというところそして一般ニーサでいう120万円こちらが240万円に拡大いたしますそして現行ニーサについては期限が決まってたわけなんですけれども新ニーサにおいては無期限になりますそして現行ニーサ積立ニーサと一般ニーサは併用が不可でしたけれども新ニーサの積立投資枠と成長投資枠は 併用が可能となりますそのためですね積立ニーサで投資委託を投資された方はですねかなり幅広い商品に分散投資ができるようになりますそして最大利用可能額も拡大いたしまして新ニーサではフル活用いたしますと1800万円の非課税枠に拡大するといった形になってまいりますこの新ニーサですけども現行ニーサとは別口座ということになりまして現行ニーサは 今年スタート分っていうのはえっ、ー、とまだ続きますので積み立認査でいうと今年からああ20年間まだ続きますそれとは別に新認査の制度が上乗せされるというイメージになってまいります続きましてですね第一回目のですねセミナーではですね新認査のポートフォリオどう組むかということで資産配分の一例をですねある程度投資経験がある方向けということでまあ1800万円をフル活用した場合での 円グラフをご紹介させていたただきまし右側半分が積み立て投資枠の部分でございましてこちらはほぼ投資信託になるかと思いますので投資信託のいろんな商品に分散投資しましょうということでご紹介いたたししま今日は左側の部分でございまして左側はまず上が成長投資枠とというこで成長投資枠での投資信託ということで積み立て投資枠では投資できない投資信託。 が入ってまいりますそして左から真ん中が外国株にもですね分散投資ができますそして本日の本題がですね左下のですね日本株ですね日本の個別株のですね投資アイディア具体的なですね投資手法をですねご紹介していくというところでございますまずですね 日本株のお話ですけども、まあ改めてですね、この日本株の魅力というところをお鈴木さんの方からご説明いただければと思います。あ、ありがとうございます。そうですね、日本株の魅力はまあここに書いてあります通りですね、四つぐらいあると思います。まず日本の企業ですので、生活の中で非常に馴染みがあると。 いいいう企業が多いと思います,です、ね、今回もご紹介しますけれども、えー、非常に知名度の高い銘柄ですと日々コマーシャルとかでもです、ね、おなじみの企業というのが多いのかなというふうに思います。あと、まあ、現在ですね2つ目としまして企業業績が上向きで実力を伴う、まあ、そういった株高が見込めるのではないかなというふうに思います。 多くの企業がですね、えー、過去最高益を更新しているというまあ現実があります。で利益のですね一株利益の何倍まで買われているかというまあそういった PR という姿勢はありますけれども、まあこれバブルの再生期はまあ670倍に変われてたんですが、現在はまあ約15倍ということで、まあ三分の1から四分の一ですねそのまあえ割高感が減っていると。 とといいいいうううことにになななるんじゃかふ思まで3番目のです、ね、株主還元意欲が向上中ということで、まあ、株主還元というのはまあ配当に加えてです、ね、自社株買いなども含んでまいりますがこの東証がですね PBR1 倍割れ企業にですね PBR1 倍割れについて改善を要請したということで、まあ、こういった株主還元 をです、ね、強化すする企業が増えております、えー、ちなみに、えー、PBR1 倍は企業というのはですね、まあ、PBR1 倍は解散価値といいますけれどもある会社をですね時価、えー、で買って、えー、借金を肩代わりすれば,肩代わりすれば、まあ儲かってしまうというです、ねまあ、そういう水準になるわけでありましてまあ、えー、そういう水準というのはですねある意味ちょっと割安感が強すぎるという。 エムアンドエされないためにもです、ね、株主価値を高めて株価を上昇させる必要がある,あるだろうということで、まあ、今、東証もです、ねえー、指導しているということになりまです、ね、で最後にです、ね、為替の変動を考慮しなくてもよいというこの意味はです、ねまあ、要は株価が円で表示されていますのでこの 株価をです、ね、円として追っかけていけば、えー、済むわけでありませんれ外国株ですとです、ねえー、単位がドルだったりしますのでじゃあ今為替いくらだろうということで、まあ、その円に換算するとひと手間かかるんですけれども、えー、日本株の場合はそうした手間がいらないという意味で為替の変動を考慮しなくていい、まあ、この4つが結構考えられるのではないかなという,ふうに思います,ですね。ね 続いて、えー、銘柄の選定方法をお願いいたします、はいえー、今回はです、ねえー、まず時価総額が1兆円以上の企業にです、ね、限定させていただきましたこうすることによってです、ねえー、かなりです、ねえー、皆さんもご存知の企業がまあ入ってくると思います、えー、初めての株式投資でこの会社名前聞いたこともないし、えー、何やってる会社かも分かりませんというのでは 初めの一歩はなかなか踏み出しにくいと思いますので、まあ、今回選ぶ銘柄としては時価総額を高めに設定ししてみましたで、えー、もちろんですね時価総額が高くても足元の業績が悪いということになりますとです、ね、なかなか株価も安定しにくく、えー、まあ長期投資といってもですねちょっとイライラしてしまうというところあると思うんですね。まあ、そういった意味では足元のの今期来期来予想準利益が まあえー、マーケットのアナリストの予想でですね、えー、増益という企業を選ぶさせていただいております。あとですねやはりですね、えー、中長期に投資していくにはですねしっかりと配当が出る、えー、企業も重要だと思うんですね。 えー、この、えー、吹き出しにもありますけれども東証プライム市場の過重平均の配当利回りは2.15%となっておりますので、まあ、2.5%以上あるというのは平均以上ということになります、えー。ある程度有名な会社で業績の裏付けがあって平均以上の回復を、えー、あ平均以上のですね配当をですね、えー、出してくれると。 この銘柄をですね時価総額が大きい順に業種別で5銘柄あの業種のかぶりをです、ね、しないようにしていただきましたで今そのリス、ここに書いてあるんですけれどもこの株式投資でリスク低減のポイントは業種分散と時間分散の掛け算だと思います。ですね えー、一つの、えー、業種やですね、えー、似たような業種ばかりに偏らないようにした方がいいと思いますですね。例えば、えー、まあ、今日5銘柄紹介しますけれども全部全銘柄はですね輸出企業ばっかりに固めてしまうと、えー、これはあの円高に弱いということになってしまいましてでまあ、輸出企業をこの銘柄の中に入れるんであればリスクヘッジのためにですねやはり輸入 種の企業も入れるとでにえりま,すまた、えー、その金融株は、えー、金利上昇に強いという特徴があったりしますのでまあ金利上昇に強いセクター弱いセクターを混ぜるというこのやり方がありますですね。あともう一つは時間分散というのはですね、えー、株式投資でですね、えー、一気にですね、えー、こう投資する必要もないかと思うんですね。 えー、買いタイミングを複数に、えー、分けることによってですね、えー、リスクを低、えー、リスクを分散させることもできるかなと思います。まあ,あの株式投資やっててですね、まあ、最安値でかまあ、安値簡単なんですね。言うのは安値で買って高値で売れば儲かりますよというですね。まあ、言うのは簡単なんですけれどなかなか安値なんかで買えないわけですね。えー、そういった意味で。 では、えー、その最安値買,買うなしなの技ですしじゃあ、えー、仮にですね下がっ、えー、この下がった時は何らかしらの悪材料があるというのが普通であります何も悪材料がなく下がっただけだったら自信持って買えるんじゃないかと思いがちなんですがそういう時はですね自分が悪材料を知らなかっただけとか,たか、えー、非常にそれまで上昇してて。 高値警戒が強かったなんていうのがです、ね、あると思いますので、えー、そういったです、ねえー、株主投資一気に買うことはないという、えーですねえー、時間分散も重要だと思います業種分散かける時間分散でぜひリスク低減をしていただきたいなというふうに思っております、はい、それではここからはです、ねえー、早速う初めての日本株投資のまあ。 5銘柄ということでえご紹介していきたいと思うんですけれどもまずはあ三菱 UFJ ということで日本を代表する赤いメガバンクということでそうですねえまあここに書いてありますとり配当利回りも3.2%ほどありますえ収益の多様性の強みとしてですね銀行以外からの,このまあ業務順位で見ると比率が57%と。 結構高いんだと思うんですねで、同時に海外からの収益比率これは経常収益で見たものですけれども前期でだいたい50%あるということでありますまあ、ご参考までちょっと少し前のデータで 2020年度の業務収益でこの銀行以外の利益を見るとこの三菱 UFJ フィナンシャルがです、ね、69%に対しまして三井住友が39%みずが33%ということで,です、ね、この銀行以外へのです、ね、収益の分散が進んでいるということだと思います。 まあ先ほどの投資の話ではないですけれども、銀行もですねえ業務を分散することによって、そのリスクを分散しているということだと思いますね。株主還元の一層の充実にもえ注力しておりまして、中期計画でのえー目標にもなっているんですけれども、24年3月期までに配当成功を40%。 これは一株利益に対して、一、まあ、株利益が100円だったら、なるべく配当を40円にしよう、まあえー、これは例え話ですけど、この配当成功を、えー、引き上げてい、えー、くということが記されております。えー、2024年3月期の一株当たりの予想配当金は、えー、10年前のですね、えー、14年3月期から2.5倍になる、こういう予想になっております。 で業績面もです、ね、しっかりとしておりまして、えー、今期の予想純利益は1兆3000億円ということで過去最高を更新する予定です、えー、今年の4分の1第1四半期での進捗率は、えー、42.9%ということですから、まあ、1年の25%を割ったところで純、えー、利益で42.9%進んでいるということですので、まあ、順調だなと言えるかと思います。 まあ最後にです、ねえー、この銀行全体で言えることなんですが、まあ、現在、日銀が大規模金融緩和を修正するのではないかという動きが出てきておりまして、ね、こういう動きは銀行おうにとってプラスになるというふうに続きまして、えー、日本電信電話、NTT ですね。国内ののトップの契約者数ということで ご存じのとおり、えー、通信サービスを、えー、メインとする企業です、まあ、契約者数は、えー、国内トップということで、えー、通信業や端末機器の販売などを行う総合 ICT 事業と地域通信事業この合計で,です、ね、約6割になっております。 つ、まあ、いで,です、ね、コンサルティングサービスやシステムソフトウェア開発などを行うグローバルソリューション事業が3割弱を占めております、えー、2020年にです、ね、稼ぎ頭であった、えー、グループ会社のドコモをです、ね、完全子会社化しておりますグループ一丸となって、ね、5G、まあ、第5世代の、えー、通信規格やです、ね、DX などの分野で競争力の向上を目指しております まあ最近では、ですね、えー、これ、証券業界のニュースにもなったんですが、どこもがマネックス証券の子会社か、そういったものも発表しております。えー、成長分野に、ですね今後の5年間で約8兆円の投資を行う計画です。 今期の業績はですね売上高では、まあ、前期をわずかに下振れする見込みなんですが利益項目すべてでですね3%から6%ぐらいの増益が見込まれていることになります最近のですね非常にまあ大きな変化としてもう一つですね6月末を基準として1対25の大,大規模な株式分割を実施しました投資単位当たりの金額がまあ大幅に低下した まあ多くの投資家の方にとってですね NTT 株は非常に買いやすい存在になったということですねこのおかげで,ですね実際に6月の末の株の指数は108万6000ということで3月から18%増えたということでですね狙い通りだってですね今期は13期連続での増配を見込んでおります176円で100株ですので 1> 1万 7, 円ちょっとでで買えるいうあの非常に SBI、えー、証券でもですねこの取引される方が、まあ、人数として増えたなという感じで続いてですねホンダ技研工業ですね、まあ、自動車大手ということで書いてありますけどももともとはオートバイのホンダということだと思いますが。うん そうですね、えーまあ、本出木健工業今では、まあえー、自動車大手ということなんですけれども、まあ、実は「祖業」というのはですね「まあ、祖業」ってあの、まあ、先祖の祖に「行」って書くんですけどもともと何をやってたかの。 会社なのというのはですね、結構会社を見る上で重要だったりするんですが、まあ、この会社はですね、自転車用補助エンジン、まあ、あの、まあ、バッケっていうことで間違いないんですけど自、自転車用補助エンジンで、その創業者のですね、本田壮一郎氏が、遠くに買い出しに行く妻を助けたいと思ったのがきっかけというですね、ちょっとまあ、えー、いい話が背景にあるということでありまして、まあ、ヒット商品のスーパー株などを用意しており、 まあえー、もう一つ二輪車販売では世界ナンバーワンを誇っているということですね、えー、売上構成で見るとこの、えー、二輪事業が17%で自動車など四輪事業が63%ですで営業利益に占めるです、ね、日本の比率はわずか4%ということで、えー、アジア54%北米34%というグローバル企業になっております えー、海外売上高比率は自動車業界の中でもですね自動車メーカーの中でも高水準このためですね為替の、えー、恩恵を受けやすいですから現在のような、まあ、円安ドル高円安ユーロ高はですね、えー、業績にプラスになりやすいということになります、えー、来年2024年にはですねアメリカのゼネラル・モーターズと共同開発で 国米発となる、えー、量販電気自動車 EV を発売予定ということでありましてまあ、バイデン政権のですね、えー、EV 販売補助金の対象になる可能性も期待できるのかなというふうに思います、えー、今期のですね、えー、営業利益はですね過去最高の1兆円となる見通しです、えー、まあ、円安が追い風となり第一四半期時点での業績も堅調です えー、投資仮想拡大を目的にした一対三の株式分割を九月末も九月末を基準として行っておりですね。まあ取引活性化が期待されているということだと思います。はい、えー。続いて、えー、伊藤忠商事ということで、えー、総合商社ということでファミリーマートですかね。ファミリーマートのそうです,、ね、ですね。はい。はい まああのー、いろんな分野に進出して、まあ、分かりにくいという方はです、ね、子会社が何かというと、まあ、ファミリーマートが一つ、子会社で、はい、あとは、まあ、伊藤忠テクノサイエンスというです、ねえー、ネットワーク機器の会社なども子会社だったりします,です、ねまあ大手総合、えー、商社で基本的にはトレードと事業投資を両輪として事業を展開しております。でえー、この 売り手よし、買い手よし、世間よしという、ですねこの近江商人の言葉があるんですけど、この近江商人が創業した企業で、まあ、この言葉は現在でもですね、えー、企業理念として掲げられております。非常に学生の人気が高く、就職人気ランキング第1位というふうになっております。 資源価格の影響が大きい資源ビジネスに偏らない収益構造が特徴です。まああの奏者というとですね、まあ、多くの場合ですねやはり資源価格上下の影響を、まあ、受けやすい、まあ、例えば原油価格が上がるとまあそうじてですね商、えー、者は強かったりします。イ、まあ、インフルエンジにンに強いといとうイメージもあります逆に 市況に左右されやすい。で、まあ、伊藤忠の場合はですね、なるべくその市況次第というのを、えー、変えたいという思いもあってがですね、非資源分野の、えー、拡大に注力してきまして、まあ、その例がですね、先ほどの、えー、ファミリーマートだったりするわけであります。非資源利益がですね、全体の72%を占めているということになりますね。 また、えー、潜在性の大きいです、ね、アジアで強固なビジネス基盤を、えー、持っておりまして、えー、中国最大の政府系の、えー、コングロマリットやタイ最大の,この民間企業などとですね戦略的な、えー、業務資本提携などを結んでおります、えー、今期はですね会社側は資源価格の下落等を計画に織り込んだため まあえー、会社予想自体は3%の最終減益なんですが実際は資源価格が結構、石油価格などは好調に推移しておりますので、えー、アナリストの予想の平均で見ると、えー、増益予想になっております、えー、株主還元にも積極的で8年連続で自社株買いを行っております。えー、今期は9期は連続となる 増配を、えー、実施予定というふうになっております。はい、最後の５銘柄は、えー、東京会場ということで、えー、損害保険の大手ということですね。そうですね。えー、日本最大の時価総額まあ売上高を持つ、えー、損害保険会社というふうになっております。えー、日本最初の損害保険会社。 でありまして、1880年には英国、フランス、米国でですね営業活動を開始した。まあそんな歴史を持っております。海外収益の比率がですね、まあ48%というのはですね、M I C N A D の21%などに比べてですね高くなっております。 えー、世界46カ国と地域で,です、ね、事業を展開中というふうになっております。で、えー、世界最大の保険市場は、まあ、米国市場なわけなんですけれども、えーどえー、この東京会場の場合、ですね米国企業はもちろんのこと、積極的な海外企業のこの M&A をです、ね、行っておりまして、えー、業績をまあ拡大してきました。 現在では約半数を占める、えー、約半分を占める海外収益は、20年前まではです、ねえー、3%だ程度だったということであります。えー、前期はです、ね、自然災害やコロナ等の一時要因によるで影響で減益、まあ、だったんですけれどもですね。 えー、今期の準利益は V 字回復してですね、えー、過去最高益で着地する予想というふうになっております今期はですね年間1000億円の自社株買いに加えまして12期連続での増配の実施を予定しております、えー、東京会場はですねこんな感じになっておりますはい、えー、まあどれもですね、えー、5名から魅力的な感じでございますけども、えー 続きましてあの、日本株投資で、まあ、おすすめのサービスがあるよううでですすね。そうですね。そ、あのーまあえー、中にはです、ねまあえーまあ、株式投資とのにしても100株単位が原則で,で100株単位で,です、ね、何百万もする銘柄もあってです、ねまあ、資産は形成したいんですけどいきなり何百万円というのはちょっと無理ですよって。 方も多いと思うんです、ね、まあちょっとえこう金額下がって100株あたり何十万というのもあ,ありますところがこの SBI 証券にはですね S 株投資といいましてこの今原則100株というのは単,位単元株と言いますけどこの単元株未満で株式の取引ができるサービスがあるということであります。えー、こちらですね、えー えー、単元未満株で買えることでここにもありますとおり2位砂でを活用して買い付けることがでることで可能であることそして、まあ、当然配当も受け取れること、えー、株主優待なんかでもですねまあ往々にして100株以上で株主優待が受け取れるというのもあるんですが、まあ、少数ではありますが。 全株主を対象とする株主優待もありますんで、まあ、そういったところのです、ね、利用もできるわけですね。えー、そして、えー、なんといってもですね、えー、T ポイント、えー、ポンタポイントでも買い付け可能でですね、そして、えーまあ 手数料もですね、えーまあ、SBI 証券えゼロ革命やっておりますけど手数料も無料でできるということでありましてぜひこれをですね資産活用の武器にですね、えー、ご検討いただければと思います、えー、川上さんも相当ポイントため込んでるみたいですけれどもそうですね私もちょっとポンタポイントあたりとため込んそんなためてないんですけどためてますので <laughs>、まあ、ぜひですねこの新 NISA で私も日本の個別株投資 始めてみようかと思ってますのでその際にはこの S 株で <S、はい、<S ちょっとポンタポイントも加えて買ってみたいなというふうに思ってますこれ確認ですけども例えば伊藤忠商事はやだいたい株価5,400円ですので、えー、S 株の1株であれば5,400円程度で から変えるとそういう計算でるしでしいすね、はいまあ、そういうことですね、一株単位ということにもできますんで、NTT ですと、非常にもっと低い単位になるということで、はい、それこそですね、えー、ポイントでの投資というのにも向いているということになります。まあえー、株式投資、先ほど申し上げましたと、えー、あり、のー、業種分散、それから時間分散ということがあります。えー、同じ銘柄をですね えこの毎月のようにコツコツとこつこつと貯めながら買っていくと、そのまあ一つの武器として、ですねえこの S 株投資のサービスを生かしていただけると、資産形成に少しお役に立てるかなというふうに思っておりますはい、はい、今日はですね、あのー、新ニーサースタート目前ということで、初めての日本株投資と。 いうことで、えー、具体的な銘柄も含めてちょっとご紹介させていただきました。まあ、改めまして、えー、新ニースですけども非常に、えー、枠がですね広がっていろんな商品に投資ができますので、えー、ぜひともですね、えー、新ニース成長投資枠で日本の個別株投資もですね、えー、ぜひご検討いただければと思います、えー。本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。